さて今回の知得長崎は田上長崎市長をお招きいたしまして、東北地方太平洋沖地震について長崎の対応についてお話を詳しく伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さてまずはですね、今回の震災について、率直なご感想をお願いいたします。そうですね、皆様もテレビなどでご覧になった通りで、本当にもう広範囲に、しかももう大規模に、私たちがもう考えなかったような規模で大きな災害が起きたということで、本当にまずお亡くなりになった皆様、心からお悼み申し上げたいと思いますし、それから被災者の皆様たくさんいらっしゃいますので、お見舞い申し上げたいと思います。さてもう本日も対策会議を行ってからのご出演と、大変お忙しい中お越しいただいたわけですけれども、今回 その震災に対しての長崎市の対応についても現在の様子をこれから詳しくお話を伺いたいと思うんですが、応援対策本部というのを立ち上げたのが3月13日なんですけれども、ここで、いろんな動きの報告ですとか、あるいはこれからの準備について指示をしたんですけども、実際にはこの前の日にですね、これ3月13日なんですが、12日からチームとして動き出しているチームもあるんですね。で、今の段階、第一段階っていうのはプロのスタッフが動いていく段階で、とにかく二次災害も含めて非常に危険な状態、心配な状態ですので、まず第一段階プロが行ってしっかり命を守る、あるいは現場をしっかりこう作っていくっていう作業をして、その後でボランティアの皆さんですとかが入っていくという形になりますので、今の段階はプロの派遣を中心に動いているんですね。で、最初に派遣したのが長崎 DMAT という、はい、災害の時の医療派遣チームですね。これがスタートして待機状態になりました。それから次に派遣したのが水道の水ですね。これは上下水道局から給水の応援隊を派遣しました。この給水車がですね、非常に役に立ちますので、まずこれを派遣しました。それから次に救急消防援助隊ということで、これはまさに救急ですね、命を救ったりするチーム、消防局のチームですけれども、これが次に向かいました。それから続いて市民病院の救護班チームも、これは非常に若いチームなんですけれども、向こうで医療にあたるお医者さん、それから薬剤師ですね、看護師、そういったチームです。この救急車で向かいましたので、体力も必要ですし、若いチームを派遣しています。はい、それから保健総務班という、これはですね、長くその避難所にいたりですとか、いろんな心理的なショックとかで、心のケアということですね。そういう仕事を主にですね、もちろん体の部分もちょっとあるんですけども、そういう担当するチームを派遣しました。この赤いジャンパーを着た2人はですね、以前も別の災害の時に派遣されていまして、そういう意味では経験がありますので、きっと向こうでも活躍してくれると思います。こういったプロのチームをですね、まず第一段階として派遣するというのがこれまでの段階で、このプロのチームは他にもですね、例えば建物をしっかりチェックして、この建物はもう使ってはいけませんとか、これは一部改築すればまだ使えますとか、そういったものをしっかり目利きできるチームですとか、あるいは下水管をちゃんと見るチームですとか、そういうチームがまだ市役所の中にいますので、そういうチームはこれから要請があって向こうの準備ができ次第、あるいは必要が出次第派遣するような準備を今しています。その今後の復旧活動に必要な人材ももうすでに準備をしているということですね。プロの人材派遣はもう行っているということです。はい、それからもう一点が、どの自治体もこういう災害に備えて、ある程度の緊急物資を備蓄しているんですね。それについては今回もうほとんど 100% 近く送る作業をすでにも終えました。ですから、今長崎市がその備蓄している物資をもう送ったと。そうですね、拠出したということなんですね。そうです、各自治体が持っているものを集めてそれを送るという形がもうすでに進んでいます。具体的にはどういった物資があるんでしょうか。乾パンですとかクラッカーですとか、あと毛布、水、味噌汁、それから簡易トイレなんかもですね、非常に大事、いずれも必要なものですよね。それからもう一つは、そのちょっと後になると思うんですけども、被災地住めなくなったっていう皆さんが、あちこちにこう移り住むっていうことが起きてきますので、それに備えて長崎市の市営住宅でこれだけ提供できますよ、あるいは民間の方からもうちのアパート提供していいですよっていう
声なども上がっていますので、そういったものを集約して準備をしておくという作業も今進めています。なるほど。今後その被災されて家を失った方が長崎にもしお越しになった時にはそれを迎え入れる家があると。そうです、そうです。準備をしているということなんですね、はいはい、なるほど。でも私たち市民レベルでですね、その今被災者にあるいは被災地に対して何かできることないかなと思っていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですが、はいはい、どういったことが、はい、まず確実に役に立つものはやっぱりお金なんですね、うん、これはもう後々までも確実に役に立ちますので、今いろんな皆さんが義援金集めたりあるいは募金活動をしたりですねしてくださっています。市でも今映ってますけども、こういったところに募金箱を置いて皆さんから募金を募っています。それから街頭募金という意味では14日にですね、先日市議会の議員さんたち、あるいは今映ってますけども長崎商業高校の高校生の生徒たちと一緒にですね、街頭募金したんですけども、本当にたくさんの皆さんが立ち止まって財布を開けて本当にありがたかったですね。でこういう街頭募金ですとかあるいは募金箱に行ってあるいは当たってこうするっていうんですかね、はい、そういうことがなかなかできない方もいらっしゃる。募金箱はあるところまで行かなければいけないっていうことにはなりますもんね、はい、けど何かしたいという方たちもたくさんおられるということで、今回自治会と協力をして、地域でそういう義援金を集めるという活動ができないかということで、保健環境自治連合会という、自治会長さんの集まりにですね、ご相談したところ、それは受けていいよと、それやりたいということでおっしゃっていただいて、今回初めての試みですけれども、地域でそういう義援金を募るという活動を始めますので、ぜひ自分はそちらの方がやりやすいという方は、そういう地域を通じてですね、自治会を通じて募金に応じていただければというふうに思います。それからあと、そのいろんな物資を送りたいという方もたくさんいらっしゃると思うんです、はい、それに関しては物資はですね、これまでの災害の経験でどん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 みんながこう思い思いに送ると、それが道路の渋滞につながったりですとか、はい、あるいはその仕分け作業に大きな人手が必要になってくるですとか、はい、いろんな混乱を起こすことがありますので、受け入れ側の準備ができているかどうか、それから受け入れ側が必要なものを送るということ、そういったことをしっかりこう準備ができてから送るということで、今先ほど申し上げた市が持っている必要なものというのはお送りしたんですけども、この後市民の皆さんからもいろんなものをこう寄せていただいて、物資の救援という形でお送りする形にこれから移っていくという段階になると思うんですね。今どこに集めてもらうかとか、どこにその自分もこれを提供したいというものを持っていけばいいのかということを、ちょっと今場所を確保したりとか、そういった準備をしていますので、この後それが決まればですね、またお知らせしたいと思います。ようやくその自衛隊の駐屯地に集めるという形 で、 そうです、ね、持っていくというルートがようやく確保できましたので、はい、そのルートを使って、市民の皆さんからの救援物資もお届けできるようになると思いますので、もう少しお待ちください。はい、あとその市民レベルでその人的支援、ボランティア活動をしたい、現地に行って何かしたいと思っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、それはいかがでしょうか。そうですね、これも先ほど申し上げました、今非常にまだ危ない状況もあったり、二次災害の危機がありますので、今はプロの皆さんが活躍をしてくださっているんですけども、この後そういった動きにもなっていくと思うんですね。その意味で今は登録をしたりする段階で、この後要請があったら行ける準備をしておくという段階だと思うんですね。ですからその意味で今市役所に連絡をしていただけると、一応お名前を控えさせていただいて、はい、要請があったときに動いていただくという準備をしています。それからもう一つは先ほど の、 救援物資などをこう市内に集めるときに、そのなるべく向こうで手間がかからないように、こちらで仕分け作業をしっかりやって、はい、そしてお送りするという形を取るときに、仕分け作業のお手伝っていただいたり、なるほど、そういうこちら側でするボランティアというのも、必要になってきますので、ぜひその時にもまたお声掛けしますので、お手伝っていただければと思います。長崎でできる人的支援ボランティア活動というのもあるということですよね、はい。物資やその人的支援というのは、どうしても勇み足になってしまうと、こうかえって混乱を招く恐れがありますので、そのあたりはですね、順序を守ってといいますか、お気をつけいただきたいということでございますね。はい、あと、インターネットや携帯電話などの、メールでですね、いわゆるチェーンメールというのが出回って、その情報がこう錯綜している、一部錯綜していることがありますが。そうですね、先日も節電のメールが回って、実際は東日本と西日本では、周波数が違うということで、
こちら側での電気がなかなか全部送れないっていう状況があったりするんですけど、そういうとにかく情報について情報のために混乱が起きるっていうことっていうのは災害の時に起きがちですので、ぜひまず行政の情報をベースにしていただくということを心がけていただければというふうに思います。ではここでですね、地震に関しての市民の皆さんの声を取材しておりますのでご覧ください。長崎市役所では本館1階の案内所に13日より義援金箱を設置しています。募金箱には多くの方が義援金を寄せていました。他のところでも少し募金したぐらいです。ここも早く復旧してほしいです。言葉じゃ言い表しようないよね、はい、だから本当はね、個人的にいろんなことみんなで集めてしたいけども、しかしそれは支障をきたす状態が、まあ、僕らは自分の会社が孤独者なんで、ここからまとめてね、で県とか市とかに、ね、お願いした方がスムーズかなと思います。我々の番組でもですね、そのこの1週間、いろんな募金箱が設置してある場所に取材に行ったり、あるいは献血ルームに取材に行ったりしたんですが、非常にですね、若い方が積極的にその募金をしたり、あるいは献血をしたり、でその積極的にその、自分たちが今できることはこれしかないと思ってって意見を言ったりっていう、それがですね、同じ長崎市民として若者たちのそういった活動や声っていうのが頼もしく思いました。いや本当にですね、それは私も嬉しいなと思いますね。で若い人もそうだし、本当あらゆる世代も長崎市民全員がある意味で何かできないかっていうふうに思っていると思うんですね。特に長崎の場合は29年前に大きな水害体験して、その時に全国の皆さんから手を差し伸べていただいて、そのおかげで頑張って復興してきたっていう経験がありますので、こういう時にお返しをしたい、何か役に立ちたいという思いを皆さん持っていらっしゃると思います。 その意味でもぜひ今お話したような仕組みを使って、みんなで長崎市の思いを形にするという形で、被災地の皆さんの一日も早い復興をお手伝いできたらと思います。でここまで市長がお話になった内容、そして市の動き、対策などはですね、長崎市役所のホームページに情報を公開しております。質問やご相談などがあれば、長崎市コールセンターあじさいコール電話 095-822-8888 までお電話をください。本日の知っとく長崎は田上市長に今回の震災に対する市の取り組みなどについてお話を伺いました。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。